こんにちは、鈴なり農園の松尾です。無肥料無農薬無耕機、そして虫を殺さない無殺生の農業の可能性を研究し、日々実証実験しております。今日はですね、2月26日、畑平にやってきております。畑平はですね、先週は遠藤の支柱を立てたんですけど、今日はですね、なんとですね、生まれて初めてですね、苗を買いました。苗、初めてじゃない、去年トマトのアイコの苗を買って、畑、妻の畑、手に植えたんですけど、それ以降ですね、全部種からこう苗を作って植えたりとかしてたんですけど、今日はですね、ちょっと、いちごですね、男のロマン、松尾のロマン、いちごですね、いちごをちょっとね、作りたいんですよ。めちゃくちゃ作りたかったんですよ、もうずっと。ですね。で、この畑、平君はですね、野いちごが自生しておりまして、こんなちっちゃい実がですね、いっぱいできて、道行く子供たちがワイキャイしながら食べるみたいな、そういうイベントが行われてるんですけど、なのでですね、なんかいちごが育つような気がしております。であと、自然的農法、割と自然っぽい農法なので、ポイって植えて、であとは自然の力に任せると、やり方をしようと思っております。ですね、ちょっといちごもですね、普通はライナーとかでこう伸ばしていくって本に見ると書いてあるんですけど、いちごですね、ちょっと苗を作ってみたくて、で去年食べたいちごからですね、こんなちっちゃい種を取って巻いてみたんですよね。そしたらですね、なんと芽が出たんですけど、そのままですね、こんなちっちゃい葉っぱのまんま全く大きくならなくて、で冬になって、で冬が終わったらそれが茶色くなってたので、あ、これはもうダメだと思いましてですね、今日はいつも行ってるホームセンターに行ったらいちごの苗が売ってあったので、ちょっと買ってみました。苗ですね、苗、自分が買った苗4個目です、アイコが3個が去年買って、今年初めていちごを買いました。でここは全面いちご畑になって、で道行く子供たちが無いちごじゃなくていちごをワイキャイ取りながら食べるみたいなですね、そういう場所にできたらいいなと。今日買ったのがですね、これまず、ね、読み方がわかんないですけど、秋姫か、実が大きくて酸味が少なく甘みの強い美味しい品種だそうです。じゃーん、サチノカ、酸味と甘みのバランスが良い品種です。サチノカ。で、最後が、みんな大好き、とちおとめですね。ジューシーで酸味が少なく、食味は極めて良い。大粒で香り高く、非常に人気のある品種です。ですね、この子たちをですね、野生の場所に植えた時にどうなるかっていうですね、そういう実験をしてみたいと思っております。はい、ということでね、ちょっと植えたいと思います。で、植える場所は平のこの第一年度ですね。トマトちゃんがいたとこですね。トマトちゃんがいたとこはトマトちゃんが頑張ってですね、栄養満点にしてくれたはずなので、ここにちょっと植えてみたいと思います。ここに植えてみたいと思います。あ、なんか久しぶり、こうやって平になんか植えるの久しぶり。春はいいっすね、春はね、こうやっていろいろ植えたりできるから、ちょっと成長が楽しいです。これいきますね、土地の姫の土地乙女。根が巻いてますね。
なんか野いちごっぽくなった。野いちご。いいっすね。めっちゃいいっすね。楽しい。よし、ここに。これはあれですね、トマトがここに生えていて、かわいかったですね、このトマトちゃん。植えてみます。ここは、幸の花先生に。これは幸の花ちゃん。よいしょ。よし。ほら、野いちごみたいな幸の花。何いちごでもいいよね。これね、別にね。で、あと一個。1個どこにしよっかな。人参、人参が入ってきてる。ここ人参が入ってる。ここ人参が入ってる。なんで人参がここに入る。困ったな。戦績の恐ろしさ。ここ松菜があるし、これしそなんで、ここにします。ここじゃーん。これが秋姫とか。開けほぐして。発着。あ、あれ？人参は？人参ここ。うん。いや、どう見ても野いちご。そうでもないか。はい、ちょっとこんな感じでですね、いちごを生まれて初めて植えてみました。どんな感じで育つか全くわかんないです。ただ土を掘って植えただけなんで、ここにですね、いちごのいちごがバーって広がってですね、でいちごのブッシュができて、いちごを食べ放題みたいに、こう数年後になるといいなぁなんて思いながら、ちょっと実験で植えてみました。冒頭にも言いましたけど、いちごを植えるのがちょっと夢だったので、今、夢が叶いました。いちごを植える夢っていうのは割と簡単に叶いますね。ホームセンターで苗を買ってきて土に植えればいいみたいな。それだけなんですけど、ただですね、そこには1年間というですね、自然的農法の畝育てみたいなのがあった上での実験なので、ホームセンターで買ってきて、ただ、だけではなくですね、野草ちゃんたちとか虫とかですね、そういうのが、ここでいろいろコラボレーションをしてくれた結果のいちごの苗植えということですね。この後これがどう育つかっていうのは、いちごちゃん次第ですね。はい、ということで、実がですね、実っていうか、とりあえずまず第一目標は花を見たいですね。花、いちごの花を見てみたい。これすごい楽しみになったわ。頑張ってですね、育っていただこうかなと思っております。はい。最後までご視聴いただきありがとうございました。ちょっとですね、せっかく見ていただいて、おじさんがイチゴを3個植えただけみたいになってるんですけど、私にとってはですね、これが大きな一歩となっております。はい。ですのでですね、皆さんもこの、私の喜びを共感いただいて、いただいた方はですね、高評価とか、していただけると嬉しいです。はい。ということで、このイチゴがですね、どういうふうに育つかっていうのは今後、逐一ご報告させていただきます。もちろん、失敗して枯れちゃったりした時もちゃんとご報告しますんで、そういうのが楽しみな方はぜひ、まだチャンネル登録されてない方はチャンネル登録していただいてですね。で、あとはコメントなんかいただけると嬉しいです。はい。それでは、今日はこれで失礼いたします。さよなら。